まあこれは絶対面白いでしょう。しかも音声字幕バッチリなんで、多分プレステ4、Xbox 版も出るし、あとここですよね。作ってるのがね、このウィッチャーを作ってる会社ですよ。絶対面白いですよ。でもね、発売が来年の4月の16日。まだあと1年近くありますね。皆さん、こんにちは。こんばんは。ミッキーでございます。ね、めっちゃ面白そうでしょ。まあ、この前ね、E3 って言って、まあ、ゲームの祭典がありましてですね。で、そこで紹介されたゲームなんですけども、去年もね、一応プレビューみたいな感じで出てたんですけども、こんなゲーム本当に出るのっていう感じだったんですけども、ガチで出してくるみたいで、もうね、来年4月、発売日決まりました。で、まあね、なんていうか、一応、もう多分ね、絶対面白いとは思うんですけども、まあね、何があるか分かりませんから、ゲームと映画はね、ちゃんと声援がか、出来上がるまでちょっと分からないんですけども、まあもう私の中ではもう絶対名作だというふうに、確信を感じておりますんで、予約して買うつもりではあるんですけども、そんなね、まあ言うても来年4月なんで、来年4月までね、我慢できないっていう人や、あと、まあね、サイバーパンクなんて言葉はもう最近ちょっと死語に近いんで、あまりね、聞き慣れない方も多いと思うんですけども、サイバーパンクの世界をね、堪能できる、映像作品をね、4つですね、ご紹介したいと思います。本当はね、いろいろもっとあるんですけどね、映画だけじゃなくてゲームもね、いっぱいあるんですけども、もうキリがないんでね、今回はとりあえず4つということで、で、ゲームに関してはね、またちょっと別の機会があればね、ご紹介していきたいと思います。まずね、もうサイバーパンクの元祖といえばね、もう有名すぎて紹介するのもバカバカしいんですけども、こちらね、ブレードランナーですね。で、これね、いろいろ曰くつきがありましてですね、まあ、80年ぐらいに、まあ、映画館で公開されましてですね。で、大失敗やったんですね。こけたんですね。で、当時ね、もう劇場で公開してヒットせえへんかったら、終わりやった時代なんですよね。で、最近になってね、いろいろ、ビデオの時代になってからね、なぜかね、新作の映画よりね、売れると。で、気を良くした映画会社がね、まあ、ビデオめっちゃ売れるやん。じゃあ、ちょっと、手加えて、マイナーバージョンを作っちゃったら、もうちょっと売れるかな、とか思って。で、マイナーバージョンを作ったら、またそれが売れるんですよね。で、それをね、ちょこ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 いじってね、繰り返してるうちにね、パターンがね、5パターンぐらいできてしまったんですよね。それでもね、みんな、まあ、私のようなバカがおってね、何回も何回も買うんですよね。で、まあ、ビデオもね、小遣い貯めて買いましてですね、まあ、初任給で X68000 とね、レーザーディスク買って、で、DVD も買って、で、これですね、もう今の人知ってますかね、HDDVD って言って、これ、あれなんですよね、
なぜこれを買ったかというと、全部のバージョンをね、ザッピングできる機能がこっちありまして、で、その後、なんかブルーレイですね。で、あと 4K と。4K。もう 4K 版が出た瞬間、もうしょうがないなっていうことで、4K 対応のプレイヤー買いました。本当にね、私もね、映画いっぱい好きで、ベスト10とかベスト5選んでって言われたら困るんですけども、まあ、ブレードランナーと、ザトウイチの、12番目の、やつはね、の日本は絶対ね、もう段違いで好きなんで、その日本が明言できるんですけども、3位以降はね、ちょっと、ね、決めれないです。で、これはね、ほんと別格でね、ビジュアル的にも、なんていうか、斬新やし、ストーリーもいいし、音楽もいいし、あと、人間ドラマとしてもね、かなり深いものがあるんですよね。まあ、世界にね、数少ない完璧な映画だと思います。で、完璧な上にね、こうやって、まあ、私のような、病的なバカな人がいっぱいいるんでね、ソフトを出せば売れるんで、何回も何回もお色直しして、ついにね、撮り直しですよ。撮り直し。何十年前の映画を撮り直しですよ。一部撮り直して修正して、で、今のね、画質に耐えれるように。ですんで、これ見たことない方はね、レンタル行ったらね、多分何パターンかあるかもしれないんですけども、DVD だからね。このファイナルカット。ね、ファイナルカットを見てください。よろしくお願いします。で、次なんですけども、まあ、これね、映画的にこけたんですけども、すごい影響力ありましてですね、これの派生した映画ってね、いっぱいあるんですよ。でね、次紹介するのがね、広角機動隊、ゴースト・イン・ザ・シェル。まあ、アニメなんですけども、で、これはね、何が斬新かというと、まあ、要は、まあ、このブレードランナー時代にはまだインターネットがね、あんまりなかったんですよね。だからこれはね、テクノロジーとしてのインターネットと人のつながりですね。あと、まあ、ちょっと半分、武装の方がね、公安の人が主人公ということで、ミリタリー寄りの武器でね、戦うっていう展開があるんですよね。で、これはね、非常に素晴らしい。ですね。ほんでね、これを元にしたね、実写版もね、クオリティは高いんですけども、やっぱりね、ちょっとね、2次元から3次元するときにね、ちょっとデザイン的にね、ちょっとダサい感じがするんですよね。まあ、要はね、マーベルの、コミックネタが結構映画でヒットしますけども、で、マーベルも原作のね、コミックのままの絵で、そのまま立体化したらね、絶対あんだけヒットしなかったと思うんですよね。やっぱり 3D に直すときにね、やっぱりかっこいいデザインにできたからあんだけヒットしたと思うんですよね。いや、これもね、内容的にはね、すごいお金かかってるし、クオリティに関しては高いんですけども、残念ながらちょっとね、デザインがダサかったということです。まあ悪くはないです。次に紹介するのがね、まあこれね、未来の話じゃないんですけども、まあさっき紹介した日本ともね、欠かせない要素としてね、人造人間、まあアンドロイドの、要素っていうのが大事でね、で、これはね、まあ現代の話なんですけども、まあ人造人間のね、怖さをね、書いてる映画なんですよ。んで、なんて言えばいいんですかね。まあ、あらすじとしてはね、
まあ会社、IT 系の会社で勤めてる子がね、おめでとう、君、ラッキーやね、当選したよ、え、何ですか？あのね、うちの会社ってね、年に一人ね、社長のとこにね、招待されるんですよ。で、まあ、普通ね、金持ちの社長のとこに招待されたら、もう、綺麗な姉ちゃんをはべらせて、もう酒飲み放題、ええもん食いも放題のパーティーに参加いただけると思ったんですけども、行ってみるとね、人里離れたこう田舎のところに、静かなところで、いや、これがね、一番の贅沢なんだよ、とか言って、ちょっとね、期待外れなんですけど、社長の方からね、君、あれかな、よかったら、ちょっと、あれかな、実験に立ち会って、ね、手伝ってくれない？ええー、結局なんや、仕事かよ、と。だからね、このパッケージのね、お姉ちゃん、これ、まあちょっと機械に見えてますけどもね、人造人間でね。で、これ、今、AI をね、育成中やから、これとちょっとね、会話しちゃってくれ、と。するとね、この AI ね、イブって言うんですけどね、イブがね、その、主人公のね、好み、ドンピシャなんですよね。可愛いしね、仕草めっちゃいいしね、うわーって思った。これマジでアンドロイドみたいな。ちょっとね、匿名ちゃうんですよね。で、まあ、なんていうか、日本のアニメみたいにね、そういう機械と人間のちょっと萌え系の話かなと思わせつつですね、もう恐ろしい結末が待ってるんですよね。実は、みたいなね。まあそこはちょっとね、映画見ていただきたいんですけども、要はね、AI の恐ろしさをね、これね、ほんまにね、うまく表現しようと思いますわ。ほんま、多分ね、見終わったとね、怖くて寝れないと思います。あとね、もう一本最後なんですけども、で、これがね、ちょっとね、訳ありでね、ネットフリックスでしか見れないんですよ。オルタードカーボンっていうね、やつなんですけども、こう小説をね、元にしたドラマなんですけどもね、まあ、設定としては、もう脳のね、メモリーをもうワンチップに収めることができる技術が発見されて、もう首のとこにメモリーカードが刺さってるんですよね、みんな。ほんで、怪我とかね、死んだらね、そのメモリーカードをひゅっと抜いてね、違う体にピュッと入れちゃうと。ほんなら死なないという世界の話なんですよね。で、ドラマなんでね、十何話あるんですけども、これがね、その設定をね、うまく作ったトリックとかね、まあ基本的にはね、探偵物のお話なんですけども、まあいろんなね、団体とか組織が出てきてね、これはかなり面白いです。多分ね、サイバーパンクのゲームのね、予告見たらね、多分この世界に一番近いんじゃないかなと思います。ですんでね、まあちょっとね、ネットフリックスなんで、まあレンタルとか多いじゃないですし、で、あそこってね、クレジットカードがね、絶対作らんとダメなんですよ。でね、コンビニとかにプリペイドで2000円とか5000円ってあるでしょ。あれだけだったらね、見れないんですよ。絶対クレジットカードがいるんで、ちょっとね、敷居が高いんですけども、まあ、ね、1ヶ月で、登録だけして、で、これだけ見て、で、それで、ね、解約してもいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、これの予告だけちょっと流しますんで。
めっちゃ面白そうでしょ。ぜひね、クレジットカード持ってる人がね、ネットフリックス1ヶ月だけ入ってね、順序だけ見て、解約してもらってもいいと思います。まあ、他にもね、面白いドラマあるんで、また別の機会に紹介したいと思うんですけども。で、まあ、いっぱいね、マトリックスはどうやねんとか、MJ は何やねんとか、もっとあるやろって言われるかもしれないですけど、まあ、あえてそのね、4本に絞った理由っていうのがね、まあ、こういうサイバーパンクでね、まあ、よく、私もね、人に貸してね、お前、ミッキー、これはお前、どういう意味やねんってよく聞かれるポイントがね、やっぱりね、体とね、脳みその関係ですね。そこがね、ちょっとね、この4作、ポイントがありましてね、で、まずこの、エクスマキナっていうのがね、これが一番現代に近い設定の話でね。でも体は機械なんだけど、脳は今絶賛開発中ということ。で、その次がね、広角機動体。で、まあ体はね、全部機械化できるんだけど、脳みそだけはね、人間の脳みそなんですよね。で、主人公は、もう生まれた時から脳みそだけ人間で、体はもう全部機械と。で、まあ、今のね、時代を反映して、オンラインですね。脳みそに直接インターネットが刺さっとって、ほんでちょっと調べ物とかするときでも、ふっとこう考えたら、まあ、いろいろ出てくるという設定なんですよね。で、その次がね、ちょっと技術が進んで、このオルタナルカーボンの世界になっちゃうんですけども、まあ人体はもう、売買すると。まあお金持ちがね、かっこいい体で、貧乏人であんまりお金出せない人はもうおじいさんとかね、変な子供の体しか使えないと。で、記憶は全部ワンチップですね。ワンチップ。国民のところにメモリーカードがあって、それで全部ね、体が死んじゃったら違う体に移っちゃえ、みたいな。新しい体買っちゃって、みたいな。感じですね。で、お金持ちはもう、リアルタイムで、メモリーのデータをね、クラウドにバックアップできるという、なんとも恐ろしい世界なんですけども、もう絶対死なない。体がもう、どないやっても、記憶は絶対残るんで、もう永遠に生きられると。そんな恐ろしい世界ですよね。で、さらにね、未来の話になるのが、この、ブレードランナー。もう、体はね、全部オーガニック。ただしね、目とか骨にね、CR 番号が入ってるんですよね。で、もう、リアルな生物よりも優秀。人間のクローンやねんけど、まあ人間より優秀だと。で、知能もね、脳の足の先から、頭のてっぺんまで全部ね、有機体なんですけども、人間より優秀と。で、記憶もね、作ったりとか、コピーができると。で、このね、昔の映画なんで、いろいろね、この議論があったんですけども、
これ、ね、ブレイクローンがね、この前ちょっとね、続編ができたんで、でこの続編の方でね、もうそういう、なんていうか、一作目の曖昧なところをね、もうほぼ保管してしまってるんで、もう議論の余地がありません。もう完全な、有機体です。有機体ができる技術があります。ということで、語り出すとね、ほんまキリのないジャンルなんですけども、この辺でね、今回ちょっとやめたいと思います。またね、ちょっとゲーム編は、機会がありましたらね、続けたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらね、いいねと登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。